どうもおはようございます。魔法陣ぐるぐる YouTube です。先日のものなのですが、2月18日ダイヤモンド S3600m にて2300円投資してみました。荒れそうなのでどうなんだろうっていう感じで、私は4番ミックスロジーを一応本命にして、ウマレントワイドを適当に100円、買ってみました。合計2300円投資になります。あ、ワイド人気に各500円2投だけやりましたね。でこっから早送りから直線に行くので普通のモードに切り替えました。11、15、おー、最内の赤と青の帽子は気になるな。ミクソロジーは大外の黒ですね。あ、手応え抜群じゃん。ちょっと待って、なんか最内の赤がなんかぶっ飛んでいったよ。最内の赤、これ田辺じゃん。田辺さんの馬じゃん。これ77倍じゃない、単勝オッズ。うわ、ルメール来た。いやルメール買ってないけど、まあでもミクソロジーと田辺さんとミクソロジーだね。54、俺買ったかな。でも隣だからワンチャン買ってるかもしんないですね。田辺さんこれはついたな。でも俺8中の人気優先に各500円ワイド買ってんだよな。9、11のワイドボックス。あ、でも田辺さん4号100円ありました。田辺さん4号生まれもありました。18,950円来ました。2300円が23,650円払い戻し。